みんなに会いたいな。お姉ちゃんにもらった青山さんの新作、これで長旅も寂しくなかったよ。この本に青山さんのサインプリーズ、モカ&お母さん。抜け目ない。いらっしゃいませ。今日も一日よろしくお願いします。おはよう。今日もいろいろ頑張らないとね。そうだな。よし、準備完了。私もお供させてもらうわね。ちのちゃん、大丈夫？ココアさんがいなくても寂しくなんてないです。アイデアが浮かんできますね。グズグズしてないで出発よ。全身あるのみだ。心の準備できました。行ってくるわ。では行ってまいります。準備バッチリ、出発進行。今から楽しいことばかり、ここで見つけたいな。キュンってね、ハートが踊り出したって。止まっちゃう、ワクワクしてきた。期待してるかな。ようこそ。お邪魔します。素敵ね、チア。チアさん、じゃあ着替え終わったらホールまで来いよ。はーい、リゾ先輩。驚いたか。うわ、何するんだよ。つい覗き込んでしまいました。どうしましょう。面白いから黙ってよ。でも落ち着かない。力が湧いてくる。不思議。手作り、いえ、まさか。新しい境地に突入できたみたい。でもそう考えると、昨日も楽しかったな。でも夜はこれからだよ。ご機嫌だね。私も楽しくなっちゃう。お待たせ。お、すごく可愛いです。おお、悪くない。恥ずかしいな。どうしよう、間に合うかしら。まあ、早く探検しに行こうぜ。行ってくるわ。少し散歩へ行ってきます。では行ってまいります。今日は花火大会だね。みんな楽しんでるのかな。私たちはここで繁盛よ。花火大会もバイトよ。そうだね。あ、ココアさんからメールが。ふむふむ、なるほど、もう帰ってきたんだね。そんなにチノちゃんが好きなのかな。いらっしゃいませ、夏目、エル。こちらの席にどうぞ。ご注文は？喫茶アマウさんです。お店で浴衣試着もやってます。宣伝か、商売上手。ラビットハウスにも来てください。え、わたあめみたいなウサギがいるよ。あの、あらあら、今度伺ってみようかしら。イエーイ、フルールドラゴンもよろしくね。チャラさん、なんかテンション高いような。コーヒー味のかき氷を食べてしまったんだ。そんなので酔ったんですか。見て、リゼ先輩に座席で打ち上げ花火当ててもらったの。これからもっと大きい花火見るのにな。家の中で打ち上げちゃダメよ。はい、じゃあおまうさであげる。やめてね。ではとりあえず乾杯。これが終わったら一緒に頑張れよ、みどりちゃん。それなら
応援しながら着てほしい服があるんですが。うん、私何でもやるよ。あの頃を思い出しますね。ん？お待たせいたしました。どういうことで、高弘。吹き矢勝負に負けての一日店員、どこがおかしい？負けたとはいえ、ここまで働かされるとは聞いてないぞ。いらっしゃいませ。ただいまご案内いたします。おい、なんだお前、わざと負けたろ。ま、そんなわけないだろ。次は本気で来いよ。誰かが信号弾を上げてくれたおかげでたどり着けたよ。姉ちゃんの座は返してもらうよ。初めから預かってないぞ。またまた、しっかりお姉ちゃんしてたのに。いぜお姉ちゃん。お前ら、あのココアさん、ん、さっきちゃんと言えてませんでした。おかえりなさい、ココアさん。ただいま。今から楽しい楽しいことばかり、ここでここで見つけたいな。キュンってね、ハートが踊り出したね。戸惑っちゃう、ワクワクしてきた。期待してるこんなにね、ワクワクでご機嫌よ。景色が湯気の向こうに見える。予言のような声が聞こえたら、きょろりきょろり探しちゃうね。常識の魅力どこどこ、ごまかしてみたけど、目の前のポートが笑うよ。君は夢の中だよと。不思議の国は意外と近く、どこかにあるの。くれ
そラビットハウスへ。本日のおすすめはモカブレンドです。またラビットハウスごっこ。お母さんこそノリノリのくせに。みんなと一緒にこんなに楽しそうに。楽しそうならいいじゃない。ココアへの手紙に書くわよ。モカが寂しくて落ち込んでるって。それはダメ。そうだね、いつまでも落ち込んでられない。よし、今日来るお客様のためにサイフォンから入れてみました。うわぁ、本格的。お母さんには最初の一杯目をプレゼント。まず、ちょ、ひどくない？まるで泥水。私よりひどい感想ね。ココアへ、お元気ですか？今日モカが泥水みたいなコーヒー。そんなこと知れたら悪影響でしょ。じゃあいいこと書かなきゃね。お母さん、前にモカが作ったラテアート、あれ実はマスターからこっそり特訓。なんでバラすの。まだ落ち込んでるの？だってもっとココアにダメなところ見せてもいいんじゃない？いいお手本にならなきゃと思うとつい。ココアだって今は立派なお姉ちゃんよ。そうかもしれないけど。皆さん、モカの頑張ってるとこ教えてください。ゴッドシスター。サプライズの鬼かね。小麦の女王様。お姫様かもね。皆さん、ありがとうございます。今日はサプライズファンサービスです。いつもの調子に戻ってきたわね。よし、コーヒー作りのリベンジ。ココアたちに顔向けできないもんね。離れている二人だから高め合えるのかもね。できたよ、飲んでみて。お母さん、雑気だよ。でひどい。泥水以下。眼帯がお揃いです。この子がココアさんのです。かわいい。手品師かな。なんかうさんくさくてかっこいいね。魔法使いです。ありがとう。このマジシャンウサギ大切にするよ。だから魔法使いで、それはココアさん自身をイメージしてて。はーい、本当に可愛いな。これでチノちゃんとお揃いだね。なんだかこの服を着るのも久しぶりな気がするよ。それにこの雰囲気落ち着くな。まるで、まるで第二の家だね。いらっしゃいませ。ラビットハウスへようこそ。